1910年のハレー彗星接近は世界各地で観測が行われる。7月3日付のニューヨークタイムズ氏が掲載した1枚は現地時間5月29日の観測写真。穂坂義美内は日本の詩人。宮沢賢治の親友として知られ、賢治の代表作とされる銀河鉄道の夜のカムパネリラのモデルとも言われる。 山梨県北駒郡、駒井村出身。父は、軍役所初期であった。韮崎高等小学校から1910年に、山梨県立高府中学校に進む。星野は病に詳しいの字理法栄に英語を教わり、また、文芸堂妊娠に作品を発表していた。中学入学の年に、ハレー彗星の最接近を観察し、スケッチをつけた。1915年に、 甲府中学を卒業すると、東北帝国大学札幌農科大学を受験するが、不合格となり、翌1916年に森岡高等農林学校農学科第2部に入学する。出身地である山梨の農民生活の改善が、進学の目的であった。寄宿舎では、賢治と同室となる。家内が石川拓木に興味を持っていることを知った賢治は、 入学直後に卓牧の短歌に歌われた旧姓森岡、中学校校舎のバルコニーにカウチを案内した。ケンジは家内の進学理由に共感したという。5月には、寮の懇親会で自作の2曲、人間のモダエを上演。ケンジは全地の神ダークネス役で出演した。1917年7月1日に高等農林で文芸道人し、アザリアが創刊されると、 金井は、ケンジ、コスがケンキチ、本義行と共に、その中心メンバーとなった。同年7月、ケンジが率いるフィールドトリップに参加、秩父で地質を探り、秩父資源層その他に、単価296種を収めた。そのうち岩石や鉱物、地質現象を読み込んだ154種を手がかりに、当時のフィールドトリップ案内と照らし、 尋ねた地点や注目した鉱物の産出地の追跡が地質の専門家によって試みられている。専門書、地質学教科書にもある秩父長泥の結晶変岩に惹かれたこと、また自然科学の知識の分析から理系であって文学の素養を備えた人物としての個性を読み取ることができる。しかし、1918年3月発行の 第六号に寄稿した、社会と自分という文章の中に、今だ、今だ、提出を覆すの時は、ナイヒリズムという一説があったことが問題視され、退学処分となる。賢治は、学校当局に再考を求めたが、処分は覆らず、退学が決まり量を出る家内に賢治は、緩和対象妙法連議業を送った。この年の暮れも押し詰まった頃、 日本女子大学校在学中だった、ケンジの妹都市が入院し、ケンジは母に従って、看病に上京する。ケンジは会う機会を求めて、小前の保坂屋宛てに手紙を送るものの、この時は再会していない。家内は東京で明治大学に学籍を置き、農業を支える志を貫こうと札幌もしくは、駒場の農科大学への進学に向け勉強に取り組んだが、 母の休死に相談年始、山梨に戻って農業活動に入る。1919年11月から1年間は志願兵としてこの絵師長兵衛大隊に応召した。除隊後は山梨で職に就く傍ら、勤務演習に数度参加して1923年に士官に任じられた。農林学校を離れたとはいえ同窓と手紙で、 交流を重ねており、コ小菅賢吉の所管録によると、1918年から7年ほど、アメリカに滞在した賢吉のほか、アザリアの仲間だったコインの忍と川本義行、やがては賢吉、高子夫妻、家内坂江夫妻との信仰を伺うことができる。国中会に入会して、浄土新州からの改修をめぐって、父と対立した検事からは、 多くの手紙が送られた。その中には、家内にも国中会への加入を進めるものがあったが、父が、神道、景況の関係者であったためそれに応じることはなかった。検事は家出して上京していた1921年7月、上野の帝国図書館で面会したとされるが、その日の家内の日記では、宮沢賢治面会来と書かれた文字を上から斜線で消している。 この時期を境に、賢治から、家内への手紙の数は大きく減り、以後再び会うことはなかったとされる。1924年から1925年まで、山梨日日新聞に、文芸記者として勤務し、短歌欄に投稿した栄と結婚。その後、念願の農業生活に入り、リ宗義と、小宮山製造らと諏訪で講演した1926年と、 1927年、1929年に、子供を授かる。1928年には、歌集出版を起としたが、出版社の火災で預けていた加工を失い断念した。営農中に在京軍人会の文会長や、小前村会議員といった役職にも就く。アメリカで農学を極めようとした、小菅健吉とかなは、健吉と米の1918年10月10日付け、 現吉発信の絵はがきに始まり、同じく1925年3月22日付のはがきまで20通を超すはがきと手紙の記録がある。その中に英文で記されたものも混じる点から、この期間に現吉経由でアメリカの農業指導の情報を得ていたことが推察される。1926年7月に文部省が青年訓練所を開くと、 初等教育で学業を終えた青年は、軍事教練と学問の補修を受けることができた。山梨県を代表する青年訓練所重要僕五実業補修学校の記録が残っている。青年訓練所で指導をするうち青年教育に情熱を見出した家内は、1930年に、注意に、任間、8月、日本青年協会、農業伝習所構想に触れ、 理想の模範農村、花園農村実現を目指して、再び上京する決心を固める。農地を手放し役職を離れ、1931年に東京に出て、日本青年協会で講師を務めると、やがて農業指導の武蔵野道場解説に向け、主任を拝命した。日本青年協会は1932年、現在の千葉県市川市法店に、 かつつよし鹿道場を解説、玉井忠彦と木村忠雄の両主任他が採用されるが、金井は指導者としての昇格を森岡高等農林学校除名の件で阻まれてしまい1934年4月退職。引き続き農家の助けになる仕事を求め、発明家の山内藤門と組農村の副業となる事業を模索する。アミノ酸を取り入れた。 醤油製造の企業の道が見えたところで胃がんを発症。一時は証拠を得たものの1936年には郷里に戻り、先に返してあった祭祀の下で療養に先進するが、翌1937年2月8日に死去する。40歳没。ハレー水星と銀河吉見内は賢治はじめ友人たちから受け取った書簡をスクラップブックに貼って保管し、没後は、 遺族の手元に残された。死去から約30年が経過した1968年、この書館類が研究者の小沢敏郎と家内の子息の教長、宮沢賢治ともへの手紙として刊行されると、家内は賢治の電気上重要な関係者として光を当てられることになった。1992年に北海道で発見された小惑星14,447は、 2012年4月6日、保坂家内と命名された。これは、家内が残した1910年のハレー彗星のスケッチが天文学上の貴重な資料と認められたことに由来する。天智と家内の生誕110周年にあたる2006年に、韮崎市で記念行事の企画が進み、実行委員会の活動を引き継ぐ、アザリア記念会が、家内の子孫を交えて発足する。 会員は、ニラ市民と山梨県外からも受け付け、活動は、ブログ発行や家内の生まれた10月18日の、花園農村ひまえ祭り、岩手との交流など。2011年9月、プラネタリウム番組、二人の銀河鉄道検事と、家内の青春が完成して、山梨県立科学館で披露される。また、家内研究の市民団体の活動を支援する、ニラ市は、 2011年9月、ニ崎駅前に市民交流センターにコリを開設すると、館内のふるさと偉人資料館に家内の資料を常設展示している。花園農村は、旧西公府中学弁論会で主張した農村の理想で加工、文蔵加工岩に挟まれたメモ書きが残る。花園農村の日に刻んで以下のように公開されている。 春は、麦打ち線と畑に立って、遠山の霞に消えゆく夢見る喜びなつた植えして、帰る他の水の上に浮かむ白玉秋は、柿の小に柿赤き頃豊かな稲穂ハの風に、さらさらと波打って、冬は、縄な日わらじ作りゆうは、家庭のもっとも、冠式宴にあわやかに折り積む、雪を見る我々をして、田園都市を作らしめよ、模範農村を作らしめよ、そして我が幸ある天地の神に、 感謝を捧げしめよ。ありがとうございます。